ってよ。もう本当に今回さえダメかと思ったんですけど、本当に応援のおかげで一生懸命走れました。と2014年のグランプリの時も本当に嬉しかったんですけど、今回の方がすごく自分の中では感無量です。悔しいよりも自分の全力は出したつもりなんで、それよりも超えて舞さんが一着っていうのに、まだまだ自分がそこが力不足だなって思ったところがあったんで、また練習して負けないように次は優勝できる。もう展開とかは一番良かったと思うし、それでやっぱダメだったんで、その辺は脚力不足もあるし、最初は決勝を目標に来たんですけど、で決勝に乗れてこの3着だったんで、また次はもっと高い目標で頑張りたいと思います。前にはと思ってたんですけど、はいはい、その打ち行かれたりとかで後ろになってしまったのがまだ自分の甘いところだなっていう感じでした。でも3日間すごい感じは良かったので、はい、次頑張ります。自分の競争してこれなんでも力がないっていう一言なんで、もう今まででまくられた中で一番いいスピードで、本当今一番強いっていうのはもう肌で感じたっていうか、だからやっぱ打倒児玉碧衣選手で、はい、私ももうちょっと、はい、気合い入れて頑張りたいと思います。まあそうですね、どうしようかなってちょっと思って迷っちゃいましたね。中途半端でしたね。奥井さん行かれて、葵ちゃん行かれちゃったらもう終わりだなと思ったんで、まああの反応しかなかったのかなって思いつつ、結果的にまあ動いてああいう風なんで、またしっかりと力つけ直してっていう感じですかね。もうちょっとしっかり残れるように頑張ります。自分がどこで突き抜ければ1着取れるかっていうのを冷静に判断して走りました。びっくりなぐらいに突き抜けて走れたので良かったなと思います。もう目の前のことをしっかりやって、最終的に立川で優勝できるように頑張りたいです。